はい、どうも、こんにちは。沖縄お馬場でございましゃー,ー,、ね、ー。パナタン。ねパナタがこんなになってますよ。かわいいですね。ねえ。<laughs> ねえ、パナタはい、皆さんどうも、こんにちは。えっとですね、これ、井口博士さんのブログなんで、えー、まあ,あー、例のね、モニターです。はい、モニターの話です。はい、えー、例のね、 えー、いわゆる、電磁波系、電磁波のね、あのー、巨大なモニターありますよね。波のプーのモニターというやつです。あれの、まあ、いろいろね、えー、グラフが載っております。はい、えー、400MT クラスの非常なあ、いわゆるね、揺れの電磁波が日本で観測されております。 はい、えー、日本で観測されております。で、方角ですね。この、いわゆるね、あの、はのプーのね、電磁波のモニター。はい、太陽のね、太陽嵐のね、電磁波モニター。はい。えー、こちらの方なんですけど、どうやら、あー、まあ、井口博士によるとね、はい、えー、九州方面なんではないかっていうお話をお書いております。はい。 ええー、なのでね、特に、あのー、九州方面の方、四国方面の方ね、えー、あの、近辺の方ですね、えー、特に注意されてください。まあ、あの、九州はね、いつもね、あのー、火山が噴火してるんで、えー、もしかしたらそれの影響かもしれないなとは思います。この前もね、桜島噴火しましたからね。 はい。もう、あのー、多分ね、噴火とかでもこういうのって出るんですよ。なので、もしかしたら噴火がまたもしかしたらちょっと大きめのが起こる可能性もありますし、まあ、演習博,博士なんか、こう、私毎日ね、見てるんですけど、ちょっとね、阿蘇山のね、えー、こともちょっと注意した方がいいみたいなこと言ってたんで、本当にね、あのー、まあ、お、日本全国火山のあるところはどこでも、 を注意した方がいいと思います。あと、あれですね、揺れですね。はい。えー、なんかモニターがちょっと異常値みたいなんで、えー、歯のプーのね、モニターが、はい。えー、異常値みたいなんでね。えー、これはあ、とりあえずね、えー、要注意という状態を保つのが一番だと思います。でもってですね、一回、一番気になってること、ことが、ここからなんですけど、 いわゆるね、まあ地震ぐらいでは大丈夫だとは思うんですけど、えー、稼働してます。はい、えー、九州とね、四国の原のパッツンがね、はい、稼働してます。えー、なので、万が一ね、えー、まあ波がね、襲ってくると、はい、波ですね、波、はい、大きい波が襲ってくると、あのー、大変なことになります。 はい。えー、なので、確実に、えー、こちらの地方ですね、まあ日本全国どこでもですけど、私は沖縄でも持ってます。ガイガーカウンターだけは持っといてください。はい。これ、いざという時自分の身を守れます。はい。えー、いざという時もしね、そういった、あね、弦のパッツンがね、えー、ボーンと行ってしまった場合、はい、ボーンと行ってしまった場合ですね。はい、えー、測れます。 はい。で、通常がどのくらいかっていうのを知っておけば、すぐに異常があった時が、ああ、計測できるんですよ。はい、えー。そうすると対策もできます。いわゆるね、えー、まあ家の中全部目張りする。はい、目張りするんですね。で、えー、まあ、換気扇なども、ちょっとね、使わない。 一時期ね。なのでちょっと料理するときに考えないといけませんね。はい。炒め物とかちょっとできないと思います。はい。煮物とかだけになっちゃうかもしれません。はい。えー、ということで、まあまあね、なんとかやっていけると思います。日本人のね、皆さんの知恵で。はい。えー、なので、この、いわゆるガイガーカウンターですね。これを持っていなければ、 あ自分の身をね、危険にさらすことになります。持ってれば大丈夫です。はい。持ってれば対、対処できます。いざというときね、そういった危ない状況になったとしても、対処できるんです。冷静にね。はい。えー、察しの目張りをするとかね、えー、換気扇のね、えー、を使わないで、そこ、あの、ビニールシートで、えー、全部ね、えー、外気が入ってこないようにするとか、はい。 できますので。はい。えー、なので、えー、まあ、今更なんですけど、え、ガイガーは、あ必ず一家庭一つ持っててください。ちなみに沖縄では原発はありませんが、私も持っております。はい。 で、普段の数値っていうのも、えー、普段から測ってわか、わかってます。はい。そういうふうにしとくのが一番です。もし何かあってね、えー、数値がおかしなことになった場合、えー、すぐに対処できます。はい。で、命を守る行動につながるということでございます。はい。ちょっとね、あのー、これ気になってます。非常に。はい。えー、なので、えー、まあね。 えー、どうぞ、ガイガー持ってらっしゃらない方は、あガイガーはあー買っておいた方がよろしいかと思います。はい。まあそういうことです。まあ買うか買わないかね、あなたが決めることなんですけど、まあ4、5千円で買えますから、高いもんじゃありません。はい。えー、そういうことでございます。はい。えー、まあアマゾンでね、4、5千円で売ってますから、はい、えー。簡易のが、簡易のでもう十分です。はい。えー、そう。 まあね、本当にあのー、我々ね、こういった災害大国に住んでるんで、えー、普段からね、きちんと準備して気をつけていかないといけないということですね。はい。えー、皆さんあ、なんかね、えー、頑張りましょう。一応ね、この記事貼っておきます。えー、以上です。はい。数値以上になってます。はい。えー、では、皆様、よろしくお願いいたします。はい。頑張りましょう。沖縄、おばばでしたん。はい。どうですか ってなってますね。うん、かわいいですね。ねはい。